神業ワンダは、タカラトミー企画による日本のメディアミックス作品。テレビアニメは2016年4月23日から2017年3月25日まで、TBS 系列、全28局ネットにて放送された。全47話、玩具メーカー大手のタカラトミーが企画した、新たなコンテンツの一つ。宇宙からやってきた犬、ワンダと共に、神業ガジェットと呼ばれる。 キーアイテムを駆使して、謎のプログラムモンスター、プロミンを召喚しながら、バグミンと呼ばれる、邪悪なモンスターの捕獲と浄化に乗り出す、SF ファンタジーアニメである。映像ソフトは、DVD レンタルのみで、2020年現在、DVD、ブルーレイディスクボックスのリリースはされていない。放送開始前の2016年3月22日には、TBS の報道、 情報番組のアナウンサー5人が本作に声優として参加することが発表された。そのうち藤森と山内は準レギュラーとして扱われる。その後、2016年4月7日に TBS 制作のバラエティ番組人間観察バラエティモニタリングとのコラボレーション企画としてお笑いタレントの小杉隆一、小島吉を村本大輔をドッキリのターゲットにした。 声優オーディションの模様が放送され、仕掛け人として、声優の山口勝平、下野博三森鈴子、ランツベリー・アーサーが登場した。なお、同じく仕掛け人の一人としても登場した、監督の橋本光雄により、オーディション映像に登場したワンダー王は、実際に本編で小杉が演じることが明かされている。ワンダーキャラバンというワンダの着ぐるみが、 事前に募集した幼稚園や保育園に遊びに行き、前期エンディングテーマ、サンバでワンダを演じが踊るイベントが行われた。また、ワンダーキャラバン開始と同時に視聴者から、サンバでワンダを踊った動画を募集する企画も開始された。本作のメインアイテムとなる神技ショット、神技フラッシュ、などの神技ガジェットや神技プロカは、タカラトミーから2016年6月25日に発売された。 神技プロ課には NFC チップが神技ショットには NFC リーダーライターが搭載されており神技ショットに神技プロ課を近づけると召喚音声などのギミックが作動し遊べば遊ぶほどカードも成長し光と音が変化する全国の玩具店で神技ガジェットをどちらでも購入すると早期購入特典として鍵民の特性神技プロ課が 発売日の6月25日26日の2日間に、店頭で合言葉を言うと、神技プロ化が収納できる、パスケースがもらえるキャンペーンが行われた。ノリノリワクワクほっこりプンプンキッチギブルブル、合成プロミン3体、合成プロミンファクトプロミンワンダープロミン全術の、通り放送開始の順延の影響で、母の日に関するエピソードである第4話は、第3話の前の放送に変更となった。 プロミンズは本編後に挿入されるワンダとプロミンが登場するフラッシュ形式のミニアニメで本編の内容に関連したストーリーが描かれ24話以降は神業プロミンズに合わせてプロミンを紹介する形式へと変わったまた放送開始前には YouTube コロコロコミック公式アカウントでも放送版とは別のオリジナルアニメを全3話配信脚本は福田優子 アニメーション制作はギャザリング。神技ワンダキラキラ一番が行き来一発。に関するカテゴリー。ありがとうございます。